여러분안녕하세요第4課では体の調子が悪いさやかさんの状態を聞く場面ですね。여러분잘들어보세요。어디가안좋으세요?배가아파요.식사는했어요?아니요.아무것도못먹었어요.그럼빨리약국에갑시다.어디가안좋으세요?배가아파요.식사는했어요?아니요.아무것도못먹었어요.그럼빨리약국에갑시다.여러분,어때요?どうですか?聞き取れた言葉ありますか?ねえ、ズワヨ、いいですね。シクサ、食事。ねえ、ズワヨ、薬局ですね。ねえ、ヒョヌさん、いえ、いいですね。ねえ、ズワヨ、いいですね。じゃあ、この場面、いいですね。じゃあ、それでは、第4課の本文の内容を一つずつ見てみましょう。まず、현우さんが、어디가안좋으세요?どこが悪いですか?と聞きますね。じゃあ、この場合、어디가안좋으세요?相手の体の状態を聞くときによく使われる表現ですね。じゃあ、それで、さやかさん、배가아파요。예、배。お腹ですね。え、배가아파요。お腹。じゃあ、ここで、体の他の部分を見てみましょう。お腹は、배ですね。じゃあ、この場合。じゃあ、お腹は、배。じゃあ、そこ。じゃあ、頭は何ですか?ね、좋아요。머리ですね。じゃあ、머리。자그노바이머리받침우시로자사이거노단거노받침나이됐으네소리대자가이노나카니가주게때우시로이따이됐으네아파요네이됐으네소리대아타마가이따이됐으자쭉야떼이마쇼머리가아파요머리가아파요네좋아요이됐으네자주기하하와난데스까네연내미테크다사이이됐으네자이자코노바이하가이따이됐으다따라이가아파요자주야떼이마쇼이가아파요이가아파요네좋아요이리ですね자주기쿠비아쿠비じゃなくて노도네쿠비とか노도ですね자노도노도の場合목ですね자どこかで見たことありますね목요비목요일ですね자この목받침네있어요それで가じゃなくて네좋아요이리ですねじゃあ、いを使って、もぎあぱよになりますね。レオンからしますね。雑音やってみましょう。もぎあぱよ。もぎあぱよ。ねえ、じゃあ、いいですね。じゃあ、次は、目。目は何ですか?
ね、読んでください。ね、좋아요。눈。じゃ、これも받침ありますね。それで、いつけて、あぱよ。になりますね。じゃあ、発音やってみましょう。눈이아파요。눈이아파요。ね、좋아요。自分の体の状態を言うときに、このように言ってくださいね。じゃあ、それでは、次の、현우さんの会話見てみましょう。식사는했어요。え、식사는、食事は、했어요。過去形ですね。しましたか？で、それで、さやかさん、あにょ、いいえ、あむごっと、あむごっと、何も、못먹었어요。예、食べられなかったです。になりますね。じゃ、ここを、못먹었어요。예、美容家になりましたよね。じゃ、못먹었어요。この、もっ。この、もっ。発音 T ですね。発音の T 音がどうですか？後ろに、みうん。みうんが来ると、예、発音 T が、N 音、にうんの。にゅんの発音の音変わって、後ろは美音化になって、もんもごっそよの発音の変化になりましたよね。これは入門8課で習いましたよね。覚えてますか？ね、じゃあいいですね。じゃあそれで後ろ、あ、次、ひょぬさん、くろん、ぱり、やくげ、갑시다。え、くろん、それでは、ぱり、はやく、え、やくげ、薬局に、갑시다。갑시다。習いましたよね。비읍시다。行きましょう。と言いますね。じゃあ、これで、本文の説明。これ、どこ？自分の体の状態を言うとき、よく、しっかり覚えてくださいね。不可能のもう一つの表現、もを学びましょう。これは動詞の前について何々できないっていう不可能表現で使われます。じゃあ作り方はこのもっか動詞の前につけたらいいですね。じゃあこの場合、じゃあ요타이とか합니다、타이、どっちでもいいですね。もっはん、よたい、はんにだたいの前に、もかくると、何々できません。の意味になりますね。じゃあ、もてよ、もたんにだ、になります。じゃあ、発音やってみましょうか。もてよ、もてよ、もたんにだ、もたんにだ。ね、좋아요。発音、좋아요。いいですね。じゃあ、この場合、もし疑問文になると、합니다タイだったら、ね、いいですね。다を取って、か、つけて、後ろにクエスチョンマークつけたら、ね、疑問文になりますね。유타이だったら、ね、いいですね。유타이だったら、요を上げて、後ろにこのクエスチョンマークをついたら、ね、疑問文になります。それで、へよって言ったら疑問文になりますね。じゃあ、それでは、一つずつ単語から見てみましょう。まず、青。青は何ですか？皆さん、覚えてますか？ね、じゃあ、いいですね。しっかり覚えてますね。じゃあ、만나다ですね。じゃあ、만나다。じゃあ、만나다。ね、この場合、요타이に変えたら、どうですか？만나다、만나요。ね、いいですね。가다、가요、만나다、만나요。同じパターンですね。じゃあ、これを過去形に変えたらどうするんですか？どうですか？만나요。ね、요とって、나の部分の下に상詞を入れて、어요つけたら、ねえ、いいですね。만났어요。ねえ、しっかり覚えてますね。じゃあ、만났어요。会いました。という意味になりますね。じゃあ、この場合、動詞の前に、もつけましょう。じゃあ、もつけたら、どうですか？じゃあ、못만났어요。会えませんでした。だったら、全部書いてみましょう。皆さんも一緒に書いてみながら発音
大きな声出してくださいね。じゃあ、会えませんでした。じゃあ、発音やってみましょう。もんまんなっさよ。もんまんなっさよ。ねえ、ジョアヤ。いいですね。これも、もんまんなっさよ。美音化になりましたよね。じゃあ、食べる。食べるは、もう。ねえ、いいですね。食べる。ね。먹다먹다ですね。じゃあ먹다유타이に変えたら、ね、다を取ってこの場合バッチンがありますね。먹어だからおをつけて먹어요먹어요になりますね。じゃあこれを過去形に変えたら何ですか。ね、いいですね。じゃあ食べました、먹었어요になりますね。じゃあ、それ、これを먹었어요。で、この前に、もつけたら、もん먹었어요。食べられませんでした。という意味になりますね。じゃあ、全部書いてみましょう。じゃあ、このまま、前にもだけつけたら、ね、不可能形、食べられませんでした。という意味になりますね。発音やってみましょう。못먹었어요못먹었어요네좋아요이됐으네스바라시됐으자다음오키루오키루와난데스까네이됐으네일어나다일어나다됐으네자일어나다오자어今回は합니다타이합니다타이요やってみましょう。じゃあ、ゆたいじゃなくて、はみだたいに変えたら何ですか？いろなだ。まあ、たをとって、股間の部分に、たをとるんですね。じゃあ、な、股間待ちの部分、待ち。ね、ないですね。ない。それで、なの部分に、びゅうつけて、後ろに、にだつけたら、じゃあ、書いてみましょう。なの下に、ビュッつけて、後ろは、にだをつけたら、ね、はにだたい、え、いろなみだになりますね。これを、じゃあ、不可能形、も、前にもつけたら、もんいろなみだ、起きられません。예そういう意味になりますね。자発音やってみましょう。못일어납니다못일어납니다네좋아요いいですね。このように못はどんな形でもこの動詞の前につけて全部何々できないと不可能表現になりますね。皆さん、他の動詞を使って、有体も作って、過去形も作って、このはみだ体も作りながら、前にもたけつけてできない、何々不可能の表現を作ってみてくださいね。ここでは、不可能の表現、지못해요を学びましょう。作り方は、動詞の股間の後ろに지못해요をつけたらいいですね。じゃあ、この못해요、요타이ですね。じゃあ、요타이、합니다타이だったら、지못합니다だったら、합니다타이になりますね。これも同じできないという意味になります。じゃあ、もし、この場合、疑問文になる場合は、다を取って、ねえ、じゃあいいですね。か、後ろに、ねえ、結束幕つけたら、はんにか、いえ、もたんにか、できないですか、という意味になりますね。じゃあ、よだったら、よをあげて、後ろに結束幕つけたら、もてよ、できませんか、という意味になります。じゃあ、このように簡単に、はんにだったい疑問文、全部作れますね。じゃあ、それでは、一つずつ単語から見てみましょう。じゃあ、皆さん、忘れる。忘れるは何ですか？ねえ、いいですね。じゃあ、忘れる。言ったです。じゃあ、言った。
자고노있다도고마데가고간데스카네좋아요いいですね。じゃあ、다を取って、인までが股間ですね。この股間部分に後ろを何つけますか？ね、좋아요。いいですね。지못해요をつけます。つけたら、잊지못해요。忘れられません。え、という意味になります。じゃあ、全部書いてみましょう。皆さんもノート用意して、一緒に書いてみましょう。まず、股間部分、で、後ろに、지못해요。つけたら、忘れられません。の意味、いう意味になります。じゃあ、次をやってみましょう。잊지못해요。잊지못해요。ね、좋아요。발음、좋아요。ね、じゃあ、다음、次。じゃあ、理解する、何ですか？ね、理解する、いえはだ、いえはだです。じゃあ、この、はだ動詞ですね。はだ動詞、どこまで互換ですか？ね、じゃあ、だをとって、はまで互換ですね。じゃあ、後ろに、ちもてをつけます。で、それで、いえはじもてよ。理解できません。という意味になります。じゃあ全部書いてみましょう。ねえ、用の部分が足りないんですね。見やねえよ、下に。いや、持てよ。全部。発音やってみましょう。いえはじもてよ。いえはじもてよ。ねえ、좋아요。理解できませんという意味、いう意味になります。じゃあ、다음、次、しる。しるは何ですか？ね、読んでみてください。ね、좋아요。알다ですね。じゃあ、どこまで互換ですか？ね、다を取って、알まで互換ですね。じゃあ、この互換の後ろに、じゃあ、次に、지못해요。つけます。それで、알지못해요。知ることができません。という意味になります。じゃあ、全部書いてみましょう。자하츠옹야떼이마쇼알지못해요알지못해요네좋아요이됐스네자그노요니그노지못해요股間の部分に地も手をつけたら何々できないという意味になります。もっともっと지못해요。二つ全部できないという意味で、とても簡単ですね。皆さん、他の動詞を使ってみて、これ作ってみてくださいね。じゃあ、皆さん、習ったことは一つでもいいので、ハングルの日記に必ず書きましょう。あざ、あざ、ファイディ！皆さん、発音の変化の一つ、鼻音化。覚えてますか？ねえ、覚えてますね。いいですね。じゃあ、どこで習いましたか？ねえ、좋아요。入門の8課で習いましたよね。この鼻音化の引き続きで、鼻音の転化について学びましょう。発音のバッチンの発音、K、T、P の次に母音、い、や、よ、よ、ゆが来る場合は発音、にんが加えられて直前のバッチンが変化されて鼻音化になります。じゃあそれでは単語から一つずつ見てみましょう。ねえ、좋아요。じゃあ
文法1で説明した例文、起きられません。答えてください。何でしょう？ねえ、じゃあ、いいですね。じゃあ、一つずつ書きます。これですね。못일어납니다。ね、これ起きられませんという意味になります。じゃあこの発音、じゃあ、もんの部分見てみましょう。も、し、お、この t 音ですね。t 音、받침の t 音の後ろに何が来ましたか？ e、e が来ました。母音 e が来る場合は、これ、鼻音化。じゃあ、にうんの音が加えられて、鼻音化になります。じゃあ、発音変化を書いてみましょう。このように発音の変化、じゃあ、못일어납니다になりますね。じゃあ、この t 音が、この、にうん、n 音に加えられて、後ろは、ね、일어납니다。これは、連音化されますね。じゃあ、それで全部発音やってみましょう。못일어납니다。못일어납니다。ねえ、じゃあ、いいですね。じゃあ、これ、にうん、加えられた鼻音化ですね。じゃあ、もう一個行きましょうか。初めての夏。ねえ、なんでしょう。夏は何ですか？皆さん。ねえ、いいですね。夏は。ねえ、しっかり覚えてますね。これですね。ねえ、좋아요。じゃあ、この前、初めて。ねえ、の、ういですけれども、韓国語では、ねえ、入りません。じゃあ、それで、初めての夏、첫여름になりますね。じゃあ、これも同じですね。첫、시옷、音が、t 音ですよね。t 音、마침の t 音の後ろに何が来ましたか？よ。母音、よが来ました。それで、これ、にうんが加えられて、鼻音化になります。じゃあ、発音書いてみましょうか。それで、発音すると、첫여름になります。じゃあ、発音やってみましょう。첫여름。첫여름。ねえ、좋아요。いいですね。今回では、못해요합니다。지못해요。できないの予言を学びましたよね。これを考えながら会話の練習やってみましょう。まず、私の後についていてくださいね。따라하세요。현우さんからいきます。어디가안좋으세요？배가아파요식사는했어요아니요아무것도못먹었어요그럼빨리약국에갑시다ねえ、좋아요。발음좋아요。じゃあ、それでは、役割変えながら会話の練習やってみましょう。제가현우、여러분이사야까。어디가안좋으세요？식사는했어요？
그럼빨리약국에갑시다네좋아요잘했어요요くできました자그럼여러분이현우제가사야할까배가아파요아니요아무것도못먹었어요네좋아요이랬으네자소리대화4가終わりますね第5課では復習です。以下から4課まで習った文型と単語の復習をやります。그럼5課에서만나요。